さっきまでこれやったよね。あ、つば漬けニット帽、これならいいんじゃないかな。はい。あ、ごめん、投げた。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか？ほいほい。子供の、なるかな、旅立ち？前に成長しました。この子の成長のために、あれ今マンションって空きあったっけ？なかったような、あったような、え、あったかもしれない。一人暮らしをさせる。お、あったね、あったね。そうですよね、それがいいと思っていました。一人暮らしをさせましょう。なるかをアイナ島の住人として正式に登録します。 OK。はい、オッケー。今日からお世話になります。こちらこそ。なるかは愛の島の住人になりました。今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これもらってください。はいはい。はい、そしてここは割愛します。はい、ということでマンションを見ていきましょう。遊びたい人がお一人。一人じゃないか。緑が遊びたいやもんね。喧嘩か？あ、喧嘩だ。でも、上には上でおったけん。一組なんかな？二組なんかな？どうしたどうした？ユニポンちゃんと揉めてたね。ユニポンと喧嘩しました。うん、見たよ。落ち着け、仲直りしてください。このイライラを沈めてください。キムチだな、キムチ。キムチ、どうぞ。いただきます。はいはい。さあ、これで踊り出すはず。踊り出すほど美味しいキムチ、いいっすね。私辛いもの苦手なんやけどさ、なんか美味しいキムチっていうキムチがすごい好きなんよね。あの商品名なんやけど、美味しいキムチ。それはね、なんかちゃんとキムチの風味があるのに全く辛くないっていう。そんなのキムチじゃないって言われたけど、キムチなんよ。キムチのね、あの風味は別に好きなんよね。もともと白菜の漬物とか好きやけん。この間はごめんなさい。でも辛みがちょっとって感じやけん。お、仲直りできます？ごめんなさい。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったです。お礼にこれもあげます。はいはい。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。寝てる時が一番幸せです。まあでも分かる気はするけども。幸せというかな。まあでも、いいよね。寝よるとき。寝よるときの記憶ないけん、あれやけど。んで、ここは？あ、よかった。喧嘩じゃないっぽい。アミシーくん、入ります。どうした？肩でも凝ったか？あゆなのとっくりさんでしたっけ？忘れないでください。六助に恋人がいたら。お！と思うのですが。めちゃくちゃ久々の紹介や。ももちゃんとくっつけるのはどう思いますか？うんうんうん、いいんじゃないでしょうか。それでは二人も合わせてみます。よっちゃんって相手おらんかったっけ？まあ、でも相手おる人への紹介はないよね。さすがにそこは把握しとるもんね。お、第一印象は良さげな感じだ。この後どうなっていくか。うわー、しらけたー。しらけたー。ダメだったか。もうすでに。いや、ちょっと盛り返してるけども、友達からとかかな。友達からで、発展することがほぼほぼないので。
諦めよう。こちらこそありがとう。ダメだったね。まずは友達から始めるようです。うんうん、まあ、しょうがないさしょうがないさ。六助とはずっと親友でいたいです。うんうん。でその親友の六助くんにはヨミちゃんがいいと思ったやもんね。アミシーくんは友達からで本当に進展することってあるんかな、このともこれで。現実でもそんなにない気がするんよね。いや、わからんけど。あんまり美味しくなかった。マジで？何が良かったんだ。こんな自然いっぱいの部屋に住んどるけんな。取れたて野菜とかが良かった。なんか、今日遊びたい子多くない？多いよね、結構。はい、あったん。入ります。遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。食べ物をお宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ第1問。第1問。これは何でしょう。タヌキの置物。答えはめっちゃわかりやすい。タヌキの置物でした。イエーイ。モザイククイズ第2問。第2問。これは何でしょう。お、小指がマンゴー。答えはマンゴーでした。イエーイ。最終問題。最終問題。これは何でしょう。トーテムポール。答えはトーテムポールでした。よし。トーテムポールって何。魔除け。今更ながら。おめでとうございます。なんかどこかの部族とかにありそうな感じよね。どれか選んでください。一番小さいやつで。お宝木のスプーンをもらいました。ありがとう。友達の誕生日プレゼントも何にしようか今から考えてます。ふんふんふん。友ちゃんの誕生日が近いのかい。いつかわからないけども。うな重いいね。いただきどうぞ。どうすか。結構美味しかった。お腹もいっぱいになったわ。でもあれだな、超大好物はカツ丼でがっつりしてるけど、好物はなんかすごい細々としたものたちが。子供が好きそうなものが多いね。でも超苦手がオレンジジュースなんか。なぜなんだ。ちょっと酸味がある系のオレンジジュースなんかな。いろいろあるもんね。はい、よしはるくん入ります。あゆなのそっくりさんですよね。ですよ。あ、結構最初の方からいるよしはるくんまで。新しい帽子が欲しいです。おお、その帽子が飽きたと。ふんふん。まあそりゃずっとかぶっとったらね。どんぐり棒とかどうですか。絶対今の方が合うと思うけど。どや。ですよね。あんまり気に入らなかった。ちょっとまあ全体的な雰囲気に合ってないような気はしたよ。鏡に映った自分を眺めるのが大好きです。お、マジで。吉原くんそういう感じ。いや、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。別に。カビタパンカルボナーラどうぞ。うんうん。どうすか。結構美味しかった。お、よかったよかった。レベルアップ。あ、じゃあ帽子変えといてあげようか。さっきまでこれやったよね。あ、つばつけニット帽、これならいいんじゃないかな。はい。あ、ごめん、投げた。どうすか？帽子、つばつけニット帽をプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。私からのお返しです。なんでしょう。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあ、お、てっちゃんまだおったんや。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。
さあ、じゃんじゃん入れてってください。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。そしてミニニュース見てこう。星になりました。ミニニュースをお伝えします。お願いします。ミネカさんが育てた株がものすごく大きくなりました。お、どれぐらい？通常の何百倍もの大きさに成長したこの株は、ミネカさん一人では大きな株や大きな株、リアル中から寄せ集められた10人もの住人によってようやく引っこ抜くことができました。10人もの住人、ミネカさんは株上にもみんなに違いたいと語っていました。うんうん、マジのミーに聞きました。お気づきました。わし、勇気をもらいました。実際に大きな株みたいなのあったらどうやろう。でもなんか怖い感じがする。どうやったらそこまで育つんやろ。絶対周辺の植物の栄養素全部取っていっとるよね。お、夜市、夜市見てこ見てこ。お客さん、運試ししてみない？はい、買いましょう。見つめ合って終わったけど今。福袋5,000円。いつもよりいいもの？マジで？本当やろうね。福袋を買いました。はい、それじゃあ一つ目の中身は？服、コンパニオンの服が入っていました。いいものかな？かな？二つ目の中身は？帽子、安全ヘルメットが入っていました。そして三つ目。おーってなるものがないけど今のところ。食べ物、マカロンが入っていました。これがいつもよりいいもの。また来てね。騙されているような気がする。5,000円。まあ、でも服が、服と帽子が入ってると考えれば安いんか。どうなんだ。お、なんかルンルンだな、キングが。またなんかオレンジのマーク増えたな。お、あったんや。入ります。どうしたどうした？どうもです。どうもです。夫婦水入らずで旅行したいです。おー、いいやん。久々やね。行ってらっしゃい。旅行券。だいぶある券ね。どうぞどうぞ。いいよいいよ。では、楽しんできます。行ってらっしゃい。どこに行くんかな。アッタンとノアの旅行 in エジプト。なるほど。暑そうやな、エジプト。アブシンベル神殿。空中におる時の方が良かった気がする。あー、目をつぶっている。カルナック神殿です。カルナック神殿。お、いいやんいいやん。この最後の一枚いいやん。あ、楽しかった。楽しかった。よかったよかった。うんうん。なんでしょう。お宝、砂漠の砂をもらいました。めちゃくちゃサラサラしてそう。小さい頃とかひたすらさ、めっちゃなんか、海の砂っぽい感じ。海岸っぽい、サラッサラの砂集めるのがすごい好きやったんよね。この服、あれなんか、背中赤いリボンついとんやな。なんかそこだけ色味が、差し色って感じ？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか久々にさ、紹介があったのにちょっとうまくいかんかったのかなー。そろそろね、また新しいカップルでも誕生するかと思ったんやけど、残念。